はい、こんにちは、ドラゴンソイです。今日もケイ先生よろしくお願いします。お願いします。僕の大好きな美容外科出身ということで、未だに愛してます。やっぱ未だに成長は見守らさせてまあ1年間ね、盛りに盛ってるね、美容外科に勤めてみて、まあ、いろんなこと感じたと思いますけれども、ドクター側からして矛盾があることっていうのは患者さんにとって不利益があること多いですから、今回ね暴露していただければと思うんですが、前回ね前半で5つぐらいね聞きました。情報量多すぎてパンクしそうなんですけど、後半6つ目からいきましょう。一部のドクターの中ではみんな知ってることがあるんですけれども、顔出し NG のドクターがいて、昔のやらかし歴もあるし、はいはいはい、多い、囲ってあげてるんですね。でも優しいじゃないですか。涙ほろりって感じですけどね。死亡事故とかでね、もう調べたら出てきちゃいますよね。出てきちゃいます、はい、そういうドクターが在籍されてるんですよね、噂では。そういうドクターはホームページ上には顔出さずにやってるってことなんですか。そうなんですよね。患者さんからしたら、まあ、明細書には何々医師って出るんですけど、はい、ホームページ載ってないじゃん、アマゾンからなりますよね。まあですよね。今日私の顔いじったの誰だったの。なるほど。総先生自体はやっぱ人気あるんですか。結構人気もでも出ようがないんです。露出がされてないので。あ、なるほど。そのクリニックに行ってカウンセリング、ドクター指名がない時にこの先生を初めて会いましたみたいな人気があるっていうのはちょっと語弊があるかもしれない。なるほど。けどほらやっぱりあの先生にまたやってもらいたいっていう人やっぱいるじゃないですか。まあ見たことなかったやばいっすね。やばいですよ。なるほど。じゃあ7つ目いきましょう。7つ目、まあ、結構これはどうなのかなと思ったんですけど、ヒアルロン酸って、はい、まあ、注入で標準の量っていうのは誰にでもあると思うんです。そうですね。で、例えば涙袋っていう目の下の部位だと、せいぜい使って両目で 0.6 とか 0.2、 そうですね、6でもかなり多いと思うんですよ。 0.23 ですもんね。それをなんと 4cc 売りつけた医者もいると。入るわけないじゃんみたいな。カウンセラーさんが持ってきて、でドクターが了承して 4cc いるよ君みたいな、いるよって言って、実際はその1本 1cc も使わず。患者さんからしたらだって自分の声何 cc って言うか分かんないですもんね。分かんないです、ね、はいはい。これ1本分はそれはもういただいてもいいと思いますけど、残り3本ってこの患者さんに使ってなくて、じゃあ次の患者さんに使えるでしょ。うんうんうん。あれ、じゃあこの何倍もの値段は何なのっていう話。詐欺ですよね。でもこれね、そういう詐欺もう普通に下の方に臨場が、あ、これ先生どうぞ。いや、そんな言われてもこっちやりたくないけどね。加担したくないんだけど。まあですよね。いや、分かったんで、詐欺やりたいんだったらあなたが最後まで責任取ってやってくださいよみたいな。でも悪いところだけ下に押し付けるみたいな。ドクターもいるとかいないとか。いるとかいないとか。例えば BNLS100cc って言われたって 100cc が多いのか少ないのか。全く必要なんだろうって言われたら、あ、そんなのが標準なんだ。あ、じゃあ私もそれ払おうってなっちゃう患者さんもいるわけ。そうですよね。ですけど、知らないのをいいことに吹っかけてやろうと。結構言われてるのがカウンセリング室に長い時間いて判断力が落ちたタイミングで来るっていうのがポイントなのかもしれない。なるほど。そうなのかな。そんな気もしてきた。あ、そうしますぐらいになったり。売られてるものの容量が全然常識以外の量を売られてる可能性があるってことですね。ありましたね。じゃあ8つ目いきましょう。いいことなのかもしれないですけど、はい、ドクターからしたら院長になるとその院は好き勝手できると言われていたりします。なるほど。一番偉い人に言われることとして、まあ、院長の言うことは絶対だってドクターは常に言われる回があって、はいはい、一般的に言ったらハラスメント的な問題を起こしてる院長であっても、まあ、売り上げを出してたら抑え込めって言っちゃうんですよ、ね、なるほど。実際にそれが問題になって何回かスタッフから署名が集まった院長もいたんですよ。セクハラの人もいました。はいはいはい、はい、院長やってます。今もなんかドクターからしたら院長になってしまえばむしろ勝ちなのかもしれない。院長になるって夢を持った野心を持った若いドクターはぜひ大手美容外科へ。院長の人柄でその院はかなり決まっちゃう。決まっちゃいますね、やっぱり。なるほど。それ危ないですよね、普通に考えてみて。普通に危ないですよ。やりたい放題できちゃうってことでしょ。どうなんだろうって思っても、いや、それはそこの院長の方針だから。さようでございますから。なるほどなるほどなるほど。じゃあこの爪、お願いします。人間としてどうなのかなと思うんですけど、もう幹部ドクターと不倫すると出世できるらしいと。このシステムはどうなのかなと。なるほど。その出世っていうのは女性の出世ですか。女優推しなところがあって、かなり。なるほどなるほど。入ってから知ったのは、あ、
そういう関係になった不倫の噂とかはやっぱよく聞くんですか？そうなんですよね。そこがまあ不倫してるかどうかはトップシークレットであるはずなので末端の人まで含めてみんな知ってるってとこまで混ぜてる。いや、めちゃめちゃ面白いですねそれ。関係もないみたいな。出世したドクターと某幹部が一緒の勤務とかになってたりすると人目をはばからず、なるほど、それをどうやら社内の人も知ってる。ああ、なるほどなるほど。恋愛もびっくり。ハハハハハ。プロドロ劇が入りたての末端構成員からしたらおもろくてしょうがないですよね。おもろかったですね。もううわーみたいな。それで面白いのがグループ内で手出したら年収マイナスいくらいくらなって言われるんです。看護師とかクラブさんとかにも手出しちゃいけないよ。そうですね。まあ半分冗談みたいな感じですけど。逆に言えばその先生に、まあ、気に入られないといかなる手を持ってしても手を阻まれいくら売り上げを上げよう。ほぼ社会主義国家みたいな感じを取ってますね。そうですね。だから下っ端はもうそこの組織に染まれるかどうか。ああ、なるほど。大手さんはその気ありますよね、やっぱり。正しいかどうかではなく、そこの組織のルールを、人道とか道徳を上回れるか。なるほどね。売り上げという数字を伸ばす、それだけ。早々に潰れた方がいいですね。表向き上10個目。まあやっぱり離職率じゃないですか。僕も辞めましたけど、まあ、これは見ていただいたら分かると思うんですけれども、ドクターの入れ替わりは半端ないですね。もちろん入るドクターも多いのは単純に年収が他の国に比べて水準が高いとは思います。そうですね。その求人広告見ててもはるかに上回る値を書いてますよね、とりあえず。それが本当に出されるかは知らないです。書いてますね、はい、それにつられてまず人はいっぱい入ってくると。じゃあでもそれでなんで人が出ていくのか。金で多分つなぎ止められると思っているんですよね。はいはいはい。離職率 0% とホームページには書いている中で、実際に医師一覧を見るとあれ、この間までいた人のインスタグラムが消えてる、あれ、この人も消えてるっていうのがよくあるわけですよ。金でつなぎ止められてる人は残ると。自然選択と同じです。キリンが首が長くなると一緒ですね。はいはい。金に目がくらんだ人だけが残るようなセレクションが今かけられてる。ダーウィンが言ってたことは正しかった。正しいですね、これは。ほんと今まさに進化の過程を見れてる。なるほどなるほど。お金じゃない人は抜けて、お金な人は残れる。これから先そこのクリニックに行く患者さんはお金として見られてるっていうことは僕は最後に見たいところですね。なるほど。大御所の先生とかも、まあもはや見て見ぬふりですよね。まあ、悪いかもですよ、簡単に言うと。どのご時世もそうやって金儲けするやつはいるんだみたいな感じですよ。整形に詳しい人たちの間では広まってるじゃないですか。けれども無限に来るんですよね、やっぱりね。圧倒的な広告力なんですかね。まあそうでしょうね。まああとは参勤制度じゃないですか。そのクリニックに来た人を何としても逃さない。その日のね、売上目標っていうのがもうあって、それをこう来る何人でどう割るかみたいな戦いになるわけですね。明日10万になるかどうかよりも今日の3万明日10万で帰ってくるかどうかはもうさておき。確かに確かに。帰らんだゼロ。それよりは少しでもプラス。確かに確かに。集客単価って言ってね、1人、まあ、呼ぶにあたって多分大津さんとかだと広告費払ってますから、1人呼ぶのにね、安くても 3,4 万かかってます。つまり 3,4 万取んなきゃ赤字っていう考え方でもあるわけですね。まあ、それにしてもエグいっすね。エグいっすね。一旦ちょっと10個整ったので1回ここで締めようと思うんですけども、引き続きこれ10個じゃ終わらない感じがしてきたんで、この後またちょっと一緒にトーキングしていこうと思います。ドラゴンソイデシとケイセイでした。バイバイ。バイバイ。